フランスのユーロビジョンソングコンテストフランスのユーロビジョンソングコンテストではフランスにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べるフランスはユーロビジョンソングコンテストの歴史の中で最も成功した国の一つであり1956年大会で初出場してから2017年までに大会に60回参加しているフランスは ユーロビジョンが初めて行われた時に参加した7カ国の一つであり、歴史上欠場したのは1974年大会と1982年大会の2回のみである。60回の参加経歴の中で最下位となったのは2014年大会が初めてのことである。フランスでのユーロビジョン大会の放送を担当する放送機関も編成を続けている。 1956年から1973年までは RTF 及びオフィスでレイディオディフューズヨンテラビジアン、フランセイズ、オアーティフ、1964年6月に RTF からカイソがフランスでの放送を担当した。1975年からは TF1 がこれに変わり、1981年に撤退した。1983年からはフランステレビジョンが フランスでの放送を引き継ぎ、2008年の時点まで、同局がフランスでの放送を担っている。2004年に準決勝が導入された際、フランステレビジョンの娯楽系チャンネルフランス4が準決勝を放送する一方、総合系チャンネルフランス3は、フランス代表を選ぶ、国内選考を企画し、本戦の決勝も放送した。1956年の初参加以降、 2008年までの間にフランスが同大会に出場しなかったのは1974年と1982年のみである。1974年大会に参加する歌手と楽曲を選んだもののフランス共和国大統領のジョルジュ・ポンピドゥが大会の行われる州に死去したため参加を辞退した。もし大会に参加していればフランス代表はダニーで曲は LA バイバン。 サンクアンズを歌う予定であった。1981年11月、TF1 は1982年のユーロビジョン大会への不参加を決定し、TF1 のエンターテインメントの最高責任者、ピエール・ブーティエ、ピエール・ブーテラーは、才能の欠如と楽曲の凡用には、苛立ちが込み上げる。ユーロビジョンは、虚無の記念碑だ。と述べた。ユーロビジョンからの撤退を世論に、 後押しされた、フランステレビジョンがこれに台話で1983年大会以降フランス代表を選ぶ国内選考の主催をはじめとするフランスにおけるユーロビジョン関連業務を引き受けた。フランスはユーロビジョンにおいて最も成功した国の一つであり2008年までに優勝を5回2位を4回3位を7回経験している。さらに 1991年大会では、アミーナ・アンナビは、C ・エストルデニキー・パールで優勝まであと少しのところまで迫った。この時フランスのアミーナ・アンナビは、スウェーデンと同点で並だ。両者が得た12点の数でも同数であったが、フランスの方が10点の数が少なかったことから、スウェーデンの優勝となった。その後改正されたルールでは、 同点の場合はより多くの国から得点を得た方が勝者となり、このルールが当時適用されていたら、フランスが優勝となるところであった。その1年前もフランスは優勝まであと少しのところに来た。この時は、ジョエル・ウルシュルが、セルジュ・ゲンスブールの曲、ホワイトブラック・ブルーズを歌い、2位となった。しかし、1990年代末から、フランスの成績は、 明明を続ける。1998年に電話投票が導入されてから、フランスはほぼ常に、会から10番目以内に入り、2003年大会と2008年大会では18位、1999年大会では19位、2006年大会と2007年大会は22位、2000年大会と2005年大会では23位、1998年大会では24位と、 なっている、2014年大会において、57回目の出場にして、初めて再開となった。しかし、21世紀に入ってからフランスが良い結果を残した例もあり、2001年大会では、カナダの歌手ナターシャさんイコールピエールは、おうたい4位となった。オッツでは、優勝候補と目されていた。2002年大会でも良好な結果となり、サンドリーヌ・フランソワーズの は5位となった。また、2016年大会では、アミール・アッタードのが6位となった。2008年大会でのセバスチャン・テリエの参加経験から、フランスの小ビジネスにおいて、ユーロビジョンは強力な広告となることが示された。それ以降、有名歌手をフランス代表として選ぶことが決まった。そうした野心的な試みから、2009年大会では、 フランスのスーパースター、パトリシア・カースが、フランス代表として、ロシアのモスワで行われる大会に挑むこととなった。カースは、世界的な人気を誇るフランス語の歌手であり、全世界で、これまで2600万枚以上のレコードを売り上げている。フランスから高得点が送られた国々、フランスに高得点を送った国々、 1998年に電話投票が導入されて以降、フランスはトルコ、ポルトガル、イスラエル、アルメニアといったフランス国内に大規模なディアスポラ人口のある国々に投票するようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。